ちゃん、あのね、全然ね、あの見たところ全然欠けた風に見えないんだけど、あのちょっと欠けた、ちょっと欠けてる。前歯の横の歯かな、ここ。あ、いてね、前歯が2本あって、前歯が2本あるところの横だ、横、横の横、ここ欠けた時はめちゃめちゃ痛いんだけど、染みるんだけど、今全然大丈夫になってきた。今全然大丈夫。犬歯のところ、そう、犬歯のところがね、ちょっとだけ欠けてる。欠けてるけど大丈夫。歯医者行かないの。行ったけど、あ、これぐらいなら大丈夫だよって。1ヶ月、2ヶ月すれば痛くはなくなるからって。もう、欠けたことも忘れちゃうんじゃないかな。あ、はっはっはって言われた。ないよ、全然痛くない、全然。あ、剣士ね、剣士全然痛くないよ、今は全然、本当に。え、今夜もね、あのね、あれだよ、あの親知らずね、まっすぐ生えてるからこのままでいいって言われて、あ、言って、あれ言っていいやつ、これって言っていいやつか。あ、危ねいや、親知らずがまっすぐ生えてる人なんてさ、なんか世界にさ、なんか一握りって聞いたからさ、これ言ったらさ、なんか見張りするかなって思った。あ、大丈夫？割といなくない？だって別に言っても大丈夫あ、よかった。あ、よかった。いや、なんかね、一握りらしいんだよ。なんか、まっすぐ生える人って。あ、あ、そうなんだ。ゴロゴロいるの。あ、あ、そうなのね。あ、よかった。あー、怖い、怖い。怖かった、怖かった。あ、私もまっすぐよ。あ、そうなの。一緒だね、おそろい。親知らずまっすぐ生えてる人調べてくださいっつって無理だよね。そうだ、無理だわ、そんなんね。よかったよかった。